けましておめでとうございます。阿蘇市食生活改善推進協議会一宮支部です。今月はブロッコリーのマヨカレーあえをいたします。今月教えていただくのは笹原さん、そしてお手伝いは黒田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから器はこちらになります。阿蘇市内の巻にあります如月窯さんに作品を貸していただきました。如月窯さんのご紹介は、こちらの番組の最後、また如月窯さんはオンラインショップ阿蘇もでも作品を、販売しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。では笹原さん、はい、今日は今が旬のね、そうですね、ブロッコリーですね、はいはい、じゃあこちらをまずはどんな風にしていきましょうか。はい、その前にブロッコリーはですね、はい、ビタミン C が多くて、疲労回復に良い野菜ですので、今からの時期に最適だと思います。そうですね、はいはい、ではまずは、はい、じゃあまずはブロッコリーからいきましょうかね、はいはい、鍋の中には、はい、塩を一つまみ入れてですね、はい、いただきます。じゃあ、はい、お塩から一つまみ、ちょっと塩から、ちょっと塩、はい、いいかな、はい、これを湯がきます。はい、はい、はい、鶏肉を、はい、鶏肉はですね、入れる時は、酒とですね、はい、お塩を少々入れて、はい、酒が入って、塩をちょっと一つに入れてですね、はい、やはりちょっとお肉の臭みがあるからですね、で、これを巻きます。はい、マヨネーズとカレー粉を混ぜておきましょうか。はい、はい、じゃあブロッコリーを入れますね。はい、裂きますね。はい、熱が残ってるぐらいに混ぜるとこう溶けやすいというか、そうです ね、 ね、マヨネーズなんかがね、完全に冷えてしまうと意外とですね、混ざりにくいかも、わかりませんね、少し温かいうちに混ぜると、はい、ね、よく混ざるかと思います。はい、混ざりました。はい、これさらに緑が入りますね。じゃあ出来上がりです。はい、出来上がりです。ブロッコリーのマヨカレーあえ、はい、カレーの香りが食欲をそそる一品です。ではメインのお料理の他にもたくさんですね、今日もありがとうございます。では早速いただきます。はい、うん、お酒の魚にもいい、歯ごたえがしっかり残ってて美味しい。本当カレーとマヨネーズだけなんですけど、合いますね。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市内の巻にある如月窯さんの器を使用しています。如月窯さんでは象眼や焼き締めの手法を取り入れた繊細で女性らしい作風が人気です。